さあ始まりました、ショットガンブレードのオレ色でありまする。今回は企画ライブ路地裏ソウルでの一幕、スケッチが吐く対決に勝利しておでん屋を回転せよでございまする。音楽イベントのはずなのになぜかおでん屋をやると言い出したショットガン、得意のスケッチでぶっちぎりかと思いきや愛も変わらずよた騒ぎ、笑ってやってくだせ、バカしかできない男の生き様をとくとご覧あれ。リミットは近い、地下の洪水が起こり空間は浮かぶ。全ての記憶を失えば俺は死んでしまう。目に映るもの全てをインプリントせよ。加速する記憶、いつか舞台夢みたいだ。星みたいだ。内なる狼が吠える。ショットガン君への今日の課題です。スケッチ画伯にふさわしい絵を描いておでん屋を回転させてください。それではレッツチャレンジ。で画伯の称号も授かり、数々の素晴らしい作品を世に送り出しております。代表作といたしまして、こちらの独創的なミッキーマウス。なぜかボクシンググローブ着用、子供たちをぶん殴るグローブをはめたワイルドなミッキーという既存のスタイルにはこだわらない新しい作品を数々生み出しております。こんなショットガン画伯に絵では負けていられないと、ぜひ対決させてくれということで、今回の企画はスケッチ画伯対決でございます。それでは画伯の皆様の登場でございます。それでは代表でショットガン画伯、ちょっとどうぞ代表で一言意気込みをお願いします。そうっす、見たままの感じたままを書き
したと思います。いつも通りだよですね。ちなみにあのミッキーマスは子供を殴りません。お金の匂いもしないミッキーマスです。そうですね。大のミッキーマスをまた書きたいと思います。一つ目の課題でございます。今から何百年後、童謡歌手ウータンの歌が再発掘され爆発的な流行を見せたため、巷では歌うウータン人形が人気を博しておりました。画伯の皆様には未来の歌うウータン人形を描いていただきます。どうぞウータンを顔見せ描いてくださいませ。それではウータンさんお願いします。緑がアシスタントお願いしてますとは青森から来た人型ロボットスガコアンドロイドマーク X さんでございます。話しかけてください。話しかけると津軽弁で話をこう返してくれるこう設定になっておりますので、はい、楽しいですよ津軽弁青森。
民堤画伯が描いた未来のウータン人形はこちらです。お願いします。はい。笑わせてって言ったじゃん。なんでなんでマジで書いちゃいました。真面目に書いちゃいました。真面目に、お前真面目か。いや、絵になるウータン、絵になるウータン、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。すいませんね、この紐までちょっとね。続きましては谷田画伯。谷田画伯、それでは谷田画伯が描いた未来の歌うウータン人形はこちらです。お願いします。こちらです鼻とひげがポイントです。将来的にはミッキーマウスを超えるぐらいな、動物化するという。あ、帽子をですね、帽子をそのちょっとうまいことを使いましたね。あれ、みんな笑わせに来ないですね、全然。マジで使いました。まあね、そういえばそうですよね。ここでじゃあちょっと、じゃあ期待を込めて三浦画伯三浦画伯お願いしますので。それでは三浦画伯が描いた未来のウータン人形はこちらです。お願いします。じゃじゃん。ご税抜き1950円です。未来ではいくらになってるんですかね。値段がついちゃってるんですか。そっくり。そっくりですか。いやいや、丸っこくなっちゃってる。これ実は箱の絵なんですね。箱の絵なんです。中にこれが入ってる。なるほどなるほど。抜け話しい。作るよ。ありがとうございます。ああ、チョッキンチョッキンしてください。チョッキンチョッキン。それでは期待してください。はい、ここにイラストの天才がおりますので吉高東和田お願いします。それでは吉高東和田が迫害がいた未来の歌人形はこちらです。お願いします。うまい。おー、なんか可愛いですけど。さすが。マジでしょ。さすが。どうぞ一言コメントを。いや、もうなんか、もうなんかみんな優しい。ない、優しいな。優しさで描きます。優しいな。優しさかな。ねえ。素晴らしい。それでは飛び入り参加のテディが。テディが吐く。じゃあ行きますよ。テディが吐く。行きますよ。はい。あれ引っかかんないですか。はいはい。それではテリー画伯が描いた未来の歌う、はいはい、歌人形はこちらです、はい、お願いします。精神性描きました。よしよし。ちょっとなんかシュールリアリズムみたいな感じになってますけど、はい、天才肌ですかねこれ。あ、本人に見せないで。さあ、それではお待ちかねでございます。画伯の、本当の画伯の称号をお持ちでいらっしゃいますショットガンブレードよろしいですか。それではショットガンブレード画伯が描いた未来の歌う歌人形はこちらです。お願いします。ベンジャミンとベンジャミンさんと同じリアル路線で描きます。リアル路線でさすが。紐を引っ張ったら、紐を引っ張ったら、さすが。シチューおーって歌います。ゲットで。そうですね。歌うちゃんとこう。こんなになってます。ウータンさん。でも可愛くないですかこれ。電池が切れてください。はい。二つ目の課題でございます。今から何百年後、童謡歌手ウータンの歌が再発掘され爆発的な流行を見せたため、江崎グリコの社長が皆様ご存知の、はい、こちらグリコマークにウータンを起用すると言い出しました。画伯の皆様にはグリコマークでウータンを描いていただきます。ウータンがモチーフでございます。どうぞウータンとこちらグリコマークをガン見して描いてくださいませ。よろしくお願いします。キリンキリン
はい、画伯集合先に台風手、はい、はい、いきますよ、はい、ショットガンブレード画伯が描いたウータンのグリコマークはこちらでございます。お願いします。一粒30メートル信号大好き絵心がありますよね、なんかね。カエル踏んでるんですか、それ。あ、カエルですかね。あの、わざとじゃないです。人を踏んでるんじゃないですか。いや、踏んじゃったんですよ。踏んじゃったんです。踏んじゃったんです。踏んだらわざと踏んでるんじゃないですか。カエル、カエル使います。それでは、三浦が描いたウータンのグリコマークはこちらでございます。お願いします。ごめんなさい。ウータンって飾り、よさこい音ですか、それは。よさこいなんか。もうせめて踊ってますか、ね、それではベンジャミン画伯が描いたウータンのグリコマークはこちらでございます。すごい。みんなうまいですね。それでは谷田画伯が描いたウータンのグリコマークこちらです、はい、お願いします。今度はドラえもんとちょっとかぶしてきました、ね、かわいい、なんかかわいい。それではテリー画伯が描いたウータンのグリコマークはこちらです。お願いします。ロックは優しくない。一粒300メートルおかしくて強くない。おかしくて強くなる。おかしくて300メートル入っちゃうってこと。ありがとう。それでは吉高東和田が伯が描いたウータンのグリコマークはこちらです。お願いします。いやそれちょっと待ってそれ普通に書いただけじゃないですか。胸のマークがウータンだけでしょそれ。ウータンここのとこ黒くなってるよ、脇のとこ。ほらボーボーじゃんそれ。ちょっと伸ばします。決まりました。ね、じゃ決まってる。決まりました。あのね、3つあるんですけど決められない。ちょっと来て大丈夫よ、はい、うん、これダメでしょ。これダメ。これ贋作ですよ。これ贋作ですよ。それでは最優秀作品の発表でございます。ウータンお願いします。一番嬉しかったのはこれなので。どれ。ベンジャミンさんですかそれ。そうですね、ベンジャミンさんですか。もしかしたら。 それは本日の最優秀作品はベンジャミン画伯の未来の歌うウータン人形でございます。おめでとうございます。どうぞ一言お願いいたします。ありがとうございます。はい、一言入選させていただいてありがとうございます。おめでとうございます。それではですね、最優秀作品賞の豪華賞品でございますので、どうぞあの中身とかいただいてですね。はい、今どうぞ開けてください。はい、こちらで、はい、どうぞどうぞ。お、ちくわだこれ。ちくわ。はい、ちくわでございます。あれ、おでんだね。ということで、続いてのコーナーはおでん屋が開店いたします。ショットガン君画伯対決、残念でしたね。おでん屋ガンを回転させて盛り上げてください。それでは次回もレッツチャレンジ。また一つ失ってこびどくやられてて、だけどまた立ち上がる、いつも通りの結末。犬だって
シャラリースーパーシルつまずいて怪我をしてそんなこと構わずに血も吹かずまた走る犬だって誇りがある俺たちは今歌うそれぞれの歌を死のに死ぬその指で六本の剣をかき鳴らし風を裂いて歌え伝えます。おでん屋ガン店主のショットガンブレード様から一言ご挨拶を頂戴いたします。どうぞこちらにお越しくださいませ。美味しいおでん、ぜひ食べてください。食べきるまで返さないぞ。